マネージャーとかおらんわ。ルーさんのマネージャー月100万です。皆さんどうですか？破産、え、なんか100万円マネージャーを節約するだけで100万円儲かるぐらいやったらマネージャー入れへんわマネージャー雇わないだけで月100万円もらえる、どう同じやから。それはそう。そう、活動者のマネージャーとか絶対しんどい。いやもう活動者なんかもう自分のこと何もできへんからさ、もう全部管理してあげな。本当にほんまにネジ飛んでないとなれへんからな。そう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 、どうかしてるからね、配信者マジでやばいやつしかない。そうどっかぶっ飛んでないから。そうやで、もともと配信者ならもとなった人とかは周りやけど、俺みたいに普通にちゃんと働いてて辞めて配信者になるってちょっとおかしいからな。どっか普通ならへんで。日本人の思考がちょっと外れてない、ちょっと外れてたらあかん。ちゃんと大学も出てええとこ就職して、で、え、なんで辞めたんってみんなに言われた。いや、もう親にも反対されて、安定を求めたんだ。あんた絶対辞めたらあかんでって親戚同意したんによ、親父にもおかんにもみんなに反対されたわ。僕も親に泣かれたっすよね泣かれたん？泣かれるよ、だってあと2ヶ月で国家試験やのに。国家試験、何の国家試験やったっけ？理学療法士。ああ、言ってたな。うん、いや、そりゃそうやで。みんなそうやってね、反対されて怒られたりね、泣いたりね、そんな歴史があるんすよ、ね。まあみんなとは言わんよ、みんなとは言わんけど。僕はがっつり応援される側やった、うん、わお。まあ事務所が大きいからとか、後ろ盾があるから。5番目やったから入ったん。結構早いっすよね。あ、そっか、じゃあまだ大きくない時か。やったけど、もともと仕事辞めたとかじゃなく、なんかそのまさのりとか俺もなんか何かを手放してみたいな、うん、いう境遇があったから、それで。いや、がっつり引きこもりっすね。あおい、じゃあ、失うものがなかった。取ってくれるみたいな。ああね。ああ、それはもう。それは応援されるわ。大応援や。うん。生き生きやれやれみたいな。それは応援されるわ。対抗や。